Hey guys! So, Ariana Grande posted this photo and some people criticize her because she looks Asian. But what do Japanese people think about it? 今から、お写真見せますので、この人物を知っていますか？アリアナ・グランデ。アリアナ・グランデ。はい、アリアナ。アリアナ・グランデです。もう一枚アリアナ・グランデさんのお写真を見せるんですけど、率直にこの写真を見てどう思いますか？なんか別人みたいやなと思いますね。なんか違う人みたいな、うんうん、国籍も違いそうな。てかアリアナ・グランデに見えない。誰かわからん。別人って感じです。アジア系の綺麗な女性。これもアリアナ・グランデさんなんですよ。なんか綺麗、肌綺麗やなって最初に思いました。このお写真が今英語圏のネットで話題になってるんですけど、その理由ってなぜだと思いますか？人種差別とかそういうの問題になってるんで、そういうところかなって思ったんですけど。話題になってる理由、イメチェンみたいなメイクですか？日本人よりのメイクみたいな、うん、メイクで人はここまで変わるんだみたいな感じですか？なんていうの、人種まで変わって見えるっていうかところなのかなっていう。この写真のアリアナ・グランデさんは東洋人に見えるかなって思うんですけど、その東洋人じゃないのに東洋人に見えるようなメイクや格好をしているということで批判を浴びてるんですけど、その意見に対して率直にどう思いますか？まあ、確かになんかアジア系の顔には見えるなと思ったけど、バカにしてるわけじゃないと思うし、そういうのはあんま伝わってこなかったんで、批判するほどじゃないかなと思いますね。日本人も、まあ、韓国人とかやけどなんか違うメイクとかしたりしはるから全然いいと思うんですけどね。別にそんな気にならないですね。そんなメイクをどっかに寄せることは、そんな批判することはないかなと思います。なんか別に何人だからってこの格好をしやなあかんとかないと思います。何でも自由に着たりとかメイクとかしたりしてもいいんじゃないかなって。自分がしたいメイクとか着たい服着たらいいのに、なんでそれで話題になってんのやろうって。批判するほどではないんじゃないかなとは。そんな人それぞれの自由だし、謎でしかない。なんか逆にそういう多様性の表現っていうか、逆に批判する方が固定概念を持ってるような感じがして、いろんな人種でもいろんなメイクに挑戦できるっていう風な捉え方もできるのになっていう風に。アメリカとかでもなんか黒人の問題っていろいろあったじゃないですか。その警察官の事件とか、まあ、そういうのでシビアになってる人いるから、まあ、こういう有名人がこういったことをすると叩く人もいるのかなって思いますね。そういう叩く人に対してどう思いますか？その人にとっては、まあ、嫌な経験っていうのが、まあ、人差別であったんかなって今まで生きてきて思うから、分からなくはないかなって思いますね。こういうお化粧をすることに対してどういう気持ちですか？悪意を持ってとかじゃなくて、なんか普通に憧れとかやったら全然いいかなと思います。まあ、普通に考えたら別にそういう差別とかじゃなくて、興味本位とかそういうメイクもしたいからっていう理由かなって思ってるんですけど。お兄さん的にはこの写真を見て差別だっていうふうに受け取りますか？いや、そういう感じでは受け取らなかったですね。自分のやりたいことをやってるだけであって、それは別に悪くはないと思います。なんか明らかにバカにしてるようなそういう演出とかだったらいけないことだと思うんですけど、なんかそうじゃないんだったら別に何人でもどんな格好でもどんなメイクでもしていいんじゃないみたいな。こういうことをするのはアジア人に対して差別じゃないかっていう批判。ちょっとそれは違うなっていう。そういうメイクをすることによってより近い存在になれるから、むしろ嬉しいことなんじゃないかなっていうのが、なんか身近に逆に感じたっていうか、うん、それで批判っていうのは、うん、なんかこっちからするとそういうメイクもしてくれるんだっていうか、ポジティブに捉えれるかなって。なんかそういうなんかメディアの影響とかリテラシーとかの問題もあるのかなってすごく思ったんですけど、そうやって批判されているっていう風に紹介されるから、うん、あ、じゃあこれってマイナスなんやって、そこでまた固定概念生んでると思うんですよ。否定をするんじゃなくて、なんかこう受け入れたりとか、そういう見方もあるんだっていう風潮に変えていったら変わってくるんじゃないかなってすごく思いました。
I don't think we can criticize her because we sometimes try different makeup styles from different countries. So if you want to try Japanese style makeup in Japan, that will be fine. And if you want to come to Japan, I will teach you the kind of Japanese that real life Japanese people today actually speak, which can be different from the kind of Japanese that textbooks and apps teach you. So click the link and subscribe to my email group, Japanese with Yuta.